アンリアルエンジンでウェブカメラの画像から AI を使って深度推定を行う機能を実装します。まず、AI を実行するプラグインである NN エンジンをインストールします。Epic Games Launcher で、マーケットプレイスから NN エンジンを購入します。UE4.26 または UE4.27 に対してプラグインをインストールします。次に、新規にアンリアルエンジンプロジェクトを作成します。UE4.26 または UE4.27 を起動します。特段の設定は必要ないので、Games、ブランクを選択し、デフォルト設定の BP プロジェクトのまま、適当に名前を決めて、プロジェクトを生成します。UE4 エディタが起動したら、編集、プラグイン、インストール済み、AI、NN エンジン、を有効にします。プロジェクトの再起動を求められるので、再起動します。次に、画像から深度推定を行う機能を作っていきます。まず、AI へのデータ入出力を行うアクターを作成します。コンテンツブラウザで、追加、インポート、ブループリントクラスを選択し、アクターを選択します。名前は、DEPS Estimator とします。作成したアクターを開きます。このアクターの中で、ONEX 形式の AI を扱うためのオブジェクトを生成します。イベントグラフ、イベント、ビギンプレイをダブルクリックし、実行ピンを引き出して、クラスからオブジェクトを構成を選択します。クラスピンで、ONEX モデルラッパーを選択します。アウターピンを引き出して、Get a Reference to Self を選択します。リターンバリューピンを引き出して、変数へ昇格を選択します。名前は、ONEX モデルとします。次に、ONEX モデルに対し、実際にこの ONEX 形式の AI を読み込んで初期化する処理を実装します。今回は、単眼 RGB カメラからのロバストな深度推定として有名なモデルである MIDAS を使用します。詳細欄に記載の URL から、MIDAS の公式 GitHub にアクセスします。リリースページのバージョン 2.1 から、モデル、スモールオネクスをダウンロードします。ダウンロードしたファイルのパスをコピーします。オネクスモデルに対して、イニット関数を呼び出します。オネクスファイルパスに、先ほどダウンロードしたオネクスファイルのパスを設定します。これで、オネクスファイルを読み込み、初期化する処理ができました。次に、データ出力用のメモリ領域を事前に確保する必要があります。まずは、オネクスモデルの出力の形式を確認してみましょう。オネクスモデルに対して、Get Output Tensors Info ノードを呼び出します。Output Tensors Info ピンを引き出し、For Each ループで各要素に対して処理を行います。オネクス Tensors Info を分解を選択します。ポイントとなるのは、Shape とデータタイプです。Shapeについて、for each ループで配列の中身を取得し、アレイエレメントについて2 int、2 string で文字列に変換した後、print string でログに出力します。データタイプについても、2 string で文字列に変換した後、print string でログに出力します。以上で、一度アクターをコンパイルして保存します。コンテンツブラウザに戻り、DEPS Estimator をドラッグ&ドロップしてマップに追加します。プレイをクリックすると、画面左上にログが出力されます。シェイプが 1×256×256、データタイプがフロートであることがわかります。これに従って、データ出力用のメモリとして、256×256個の要素を持つフロート配列を作成します。変数を追加します。名前をアウトプットデータバッファーとします。変数の型をフロートにし、コンテナタイプを配列にします。アウトプットデータバッファーをゲットし、リサイズを呼び出し、サイズに 256×256 を入力します。このアウトプットデータバッファーを、AI からの出力に割り当てます。ONEX モデルに対して、バインドアウトプットフロートアレイノードを呼び出します。データバッファピンに、アウトプットデータバッファーを設定します。テンソルインフォピンに、ゲットアウトプットテンソルズインフォの結果の0番目の要素を設定します。なお、今回のモデルは出力が1つの配列だけですが、モデルによっては出力が複数の配列の場合があります。その場合は、ゲットアウトプットテンソルズインフォの結果の1番目以降の要素に対して、同様の操作をします。次に、データの入力処理を作成していきます。ONEX モデルへの入力の形式は、出力形式と同様の方法で確認できます。冗長なので省略しますが、今回使用する入力の形式は 3×256×256 フロートであることがわかります。ウェブカメラの画像から 3×256×256 のフロート配列を生成するために、画像処理用のコンポーネントを使用します。まずは、そのコンポーネントを初期化します。Begin Play に、テクスチャプロセスフロートコンポーネントを追加ノードを追加します。Destination Midos ピンに256、Destination Height ピンに256を設定します。Return Value ピンを引き出して、変数へ昇格を選択します。名前はテクスチャプロセッサとします。続いて、このテクスチャプロセッサを使って、ウェブカメラの画像をフロート配列に変換する処理を実装します。テクスチャプロセッサをゲットし、リサイズノードを呼び出します。インプットテクスチャピンを引き出し、変数へ昇格をクリックします。データの入力はカメラ画像に対してマイフレーム実行したいので、リサイズノードをイベントティックの実行ピンにつなげます。これで入力テクスチャの画像を 3×256×256 のフロート配列に変換する処理ができました。次に、ONEX モデルにこのデータを入力する処理を実装します。 ONEX モデルに対してゲットインプットテンソルズインフォノードを呼び出します。 ONEX モデルに対してバインドインプットフロートアレイノードを呼び出します。インプットテンソルズインフォピンを引き出し、参照を取得を選択します。テンソルインフォピンに、ゲットインプットテンソルズインフォの結果の0番目の要素を設定します。インプットピンに、リサイズの出力を設定します。なお、今回のモデルは入力が1つの配列だけですが、モデルによっては入力が複数の配列の場合があります。その場合は、ゲットインプットテンソルズインフォの結果の1番目以降の要素に対して同様の操作を行います。次に、ONEX モデルで推論を実行する処理を実装します。ONEX モデルに対して、ランノードを呼び出します。推論処理はカメラ画像に対してマイフレーム実行したいので、
イベントティックの実行ピンにつなげます。ここまでで推論を行うための処理は完成です。ここからはアンリアルエンジンの基本的な機能を使って推論結果を表示するための機能を作っていきます。全体の流れは推論結果をテクスチャに変換し、テクスチャをマテリアルに入力し、マテリアルではワールド1オフセットを使ってメッシュに奥行きを反映するというものとします。まずはテクスチャオブジェクトを初期化します。ビギンプレイから実行ピンを伸ばし、クリエイトテクスチャにディーグレイフロートを選択します。ミドゥスとハイトを256に設定します。リターンバリューピンを引き出し、変数へ昇格をクリックします。変数名はアウトプットテクスチャとします。これで 256×256 ピクセルで、各ピクセルが1つの不動小数点の値を持つテクスチャオブジェクトができました。次にこのテクスチャオブジェクトに対して AI の出力結果を画像として反映する処理を作成します。イベントティックの実行ピンを引き出し、コピーフロートアレイ2テクスチャ 2D を選択します。ソースデータにアウトプットバッファーを指定します。デスティネーションテクスチャ 2D にアウトプットテクスチャを指定します。これで AI による深度推定結果をテクスチャ上のグレイスケール画像に変換する処理ができました。次にこのテクスチャをワールド1オフセットに反映するマテリアルを作成します。コンテンツブラウザで追加インポートマテリアルを選択します。名前をデクスプレビューマトとします。ダブルクリックしてマテリアルエディタを開きます。適当な場所で右クリックしテクスチャサンプルを選びます。テクスチャサンプルノードを右クリックしパラメータに変換をクリックします。名前をデクスとします。テクスチャサンプルノードの R ピンを引き出しマルチプライを選択します。詳細タブでコンスト B に0.128 を入力します。ミダスの出力値は深度の推定結果をおよそ0から2000の範囲で表現するため 0.128 はそれを踏まえた適当なスケーリングのための値です。適当な場所で右クリックしメイクフロート3を選択します。マルチプライの出力ピンを引き出しメイクフロート3の Z ピンに接続します。この出力ピンをワールド1オフセットに接続します。エラーが出てしまいました。テクスチャサンプルパラメータにデフォルト値を設定する必要があります。これだけだと真っ黒で分かりにくいのでベースカラーを灰色にします。キーボードの位置を押しながら適当な場所を左クリックします。0と書かれた定数ノードが生成されます。詳細タブでバリューを 0.5 に変更します。この出力ピンをベースカラーに接続します。これでマテリアルは完成です。次にこのマテリアルを適用するメッシュとして 256×256 のグリッドの平面を作ります。ここではブレンダーを使います。ブレンダーを起動し標準のオブジェクトをすべて削除します。アッドメッシュグリッドをクリックします。 X サブディビジョンと Y サブディビジョンを255に設定します。ファイルエクスポート FBX をクリックします。適当に保存先を選び名前をプレーン 256×256 とします。デフォルト設定のまま保存します。アンリアルエンジンに戻り、この FBX をコンテンツブラウザにドラッグ&ドロップします。マテリアルの自動生成は不要なのでポップアップでマテリアルのインポート方法で Do not create materialを選択します。インポートをクリックします。次に深度推定結果をメッシュに反映する処理を作成します。デプスエスティメータに戻りコンポーネントを追加、スタティックメッシュを選択します。詳細タブでスタティックメッシュでプレーン 256×256 を選択します。スタティックメッシュをゲットしクリエイトダイナミックマテリアルインスタンスを呼び出します。ビギンプレイの実行ピンに接続します。ソースマテリアルにデプスプレビューマトを指定します。リターンバリューピンを引き出し変数へ昇格をクリックします。名前はプレビューマテリアルとします。プレビューマテリアルをゲットしセットテクスチャパラメターバリューを呼び出します。ティックの実行ピンをセットテクスチャパラメターバリューに接続します。バリューにアウトプットテクスチャをゲットしたオブジェクト参照を指定します。パラメターネームにデプスを指定します。ここまでで推論結果の表示機能ができました。試しにインプットテクスチャに適当なテクスチャーセットを指定して実行すると推定結果が高さ方向の凹凸として表示されます。ここからはウェブカメラの画像を入力として設定するための機能を作っていきます。まずは必要なメディアアセットを用意し入力に指定します。コンテンツブラウザで追加インポートメディアプレイヤーを選択します。ポップアップでビデオ出力メディアテクスチャーセットをチェックして OK をクリックします。名前はメディアプレイヤーウェブカムとします。自動的にメディアプレイヤーウェブカムビデオというメディアテクスチャが生成されます。このテクスチャにウェブカメラからの画像が出力されます。デプスエスティメーターを開きインプットテクスチャ変数の詳細デフォルト値インプットテクスチャでメディアプレイヤーウェブカムビデオを選択します。次にウェブカメラを開く処理を追加します。デプスエスティメーターに変数を追加します。名前はメディアプレイヤー型はメディアプレイヤーとします。一度コンパイルしメディアプレイヤー変数の詳細デフォルト値メディアプレイヤーでメディアプレイヤーウェブカムを選択します。メディアプレイヤーをゲットしオープン URL を呼び出します。ビギンプレイの実行ピンをオープン URL に接続します。 URL に指定する文字列を取得するために一度コンテンツブラウザに戻りメディアプレイヤーウェブカムをダブルクリックして開きます。プレイヤーキャプチャデバイス、ビデオを選択し、使用したいウェブカメラをクリックします。表示された URL を選択し、コピーします。デプスエスティメータに戻り、URL 欄にコピーした値を貼り付けます。以上で、実装は終わりです。実行すると、ウェブカメラの画像に対して深度推定を行い、結果をメッシュの高さに反映する処理が実行されます。GPU が PC にインストールされている場合は、Init の ONEX プロバイダに、GPU DirectML などを指定すると、ハードウェアアクセラレーションによる高速実行が可能です。